こんにちは、えのき商店です。今日はですね、サントリーの蔦山崎白州の違いについてご紹介したいと思います。山崎と白州なんでそんなちっちゃいのって、もうあのね、なかなか大きいの入荷しなくてね、もうミニボトルで進行しております。唯一在庫があったね。はい、ですね、まずサントリーさんのこちらの銘柄なんですけれども、大きく分けるとこうドン2つに分かれます。山崎白州、よく聞くと思いますが、大麦主体のモルトのウイスキーになります。そしてこちら蔦はですね、トウモロコシ主体のグレーンウイスキーというものになります。ここにはね、ちょっと持ってきてない、紹介してないんですけれど、響きというね、ブレンディットウイスキーがあります。多分ね、こっちブレンディットウイスキーってモルトとグレーンウイスキーを混ぜて作るんですけれども、サントリーさんの場合もね、響きのために蔦も作ってるんじゃないかなってふっと思ったんですけれども、この辺混ぜて作ってると思われます。はい、で味わいなんですけれども、香りがね、爽やかなのが白州で、ちょっとこう通好み、シェリーの深さを楽しめるのが山崎と言われております。そして蔦はね、本当にライトなので、ハイボールとかね、ああいったものでさっと飲むのがいいかなと思います。もちろんね、ストレートで飲んでいただいても美味しいかと思います。ぜひね、この3つ、蔦もね、ほんまこのちっちゃいボトル出てるので、それぞれ揃えてね、飲み比べしてみると面白いかと思います。ご参考になれば幸いです。こちらの商品、山崎と白州、大きいボトルしかうち扱ってないんですけれども、通販の方は。こちらの方、商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴ありがとうございました。